12月4日、富士通はホームページで、来年4月1日付で男子400メートルハードルの井上俊太、砲台と女子400メートルハードルの山本亜美、立命王の2人が入社することを発表した。富士通に篠原幸太郎が来春加入駒大エースが名門実業団へ城西大、平林樹と麗拓大、鈴木耕也も井上は大阪府出身。 中学時代は100メートルや200メートルに取り組み、中3ではジュニア五輪200平方メートル位と活躍。京都、洛南高では U18 大会300平方メートル位のほか、距離を伸ばして 4×400 メートルリレーでインターハイ優勝も経験した。放題に入学してから本格的に400メートルハードルに取り組み始め、 カルベ・シュンジ監督の指導の下でトレーニングを重ね、大学最終年となった今年ブレイク。5月の関東インカレを自身初の48秒台となる48秒91で制すると、日本選手権では5位に入賞した。夏を越えてさらに成長を遂げ、9月の日本インカレでは準決勝で48秒46と来年の東京世界選手権の参加標準記録を突破した。 その後もアスレチックスチャレンジカップ、佐賀国スポと48秒台を連発。400m ハードルのホープとして期待される。山本は滋賀県出身、京都吉高時代から世代のトップを走り続けるだけでなく、高校3年だった20年の日本選手権では4位入賞と日本の第一戦で活躍。大学在籍中は日本選手権4連覇、日本インカレ2度制覇のほか、 23年はアジア選手権で銅メダルに輝き、ワールドユニバーシティゲームズ5位、ブダペスト世界選手権にも出場と、国際大会でも大きく羽ばたいた。富士通は11月に長距離ブロックの篠原幸太郎、駒大、平林樹、城西大、鈴木耕也、霊拓王の3選手が来年4月に加入することを発表しており、新加入選手は5名となる。